生涯学習プラザ運動公園は山形県長井市にある運動公園。おいたま生涯学習プラザの東側に位置。防災機能を備えた都市公園として国土交通省より補助を受け2010年から整備を開始し、2015年より供用を開始した。陸上競技場、芝生広場、多目的広場を備え。 周囲には外回り一周770メートル、内回り一周450メートルのウォーキングコースも整備されている。総事業費は約12億円。2015年4月1日教用開始。日本陸上競技連盟第3種陸上競技場に公認されている。全天候型で照明設備あり。サッカーやグラウンドゴルフなどで利用が可能。夜間照明あり。 無料で利用が可能。などハット ABCD 長い、生涯学習プラザ運動公園が完成大会に、対応新たな拠点 AB、生涯学習プラザ運動公園。スポーツキャンプジャパン、2017年8月1日、閲覧。7732ダウンロード、PDF、あやめレポボリューム29、長石陸上競技場。東京2020プレ。 ゲームストレーニングキャンプスオンラインガイド2017年8月1日閲覧ありがとうございます。